こんにちは、速解塾の久保です。私はどこからでも人生は逆転できると思いますし、どこからでも逆転しなければ自分の思い通りの人生なんてもうね、終わりですよ。それは試合放棄しちゃってるわけですから、何かができなくてもまずやってみようと、そして続けてみよう。そうすると最初は小さな変化かもしれないけども、必ず脱出の糸口っていうのを見つけられると思うんですよ。特にこの国にいてインターネットにつながっていればね。その中で、やっぱりね、あなたにもできますと、力説しても、いや無理っすよって言うんだったら無理ですよ。そういう人生選んでるんだから。だから思いは全ての出発点なんですよね。自分が何をしたいのか、どう思っているのか、どこにたどり着きたいのか、それを明確にしている以上必ずそこに近づきます。あとは残りの人生でその近づいていく過程がね、ゴールまでたどり着けるほどの余裕があるかどうかってことになってきますけども、そこは歩みを早めるしかないでしょうね。まあ、ですんで、1日5分10分のなんかトレーニングではとてもじゃないけども、この生涯のうちに自由を取り戻すなんてことはできません。ですんでね、密度高い1時間2時間を積み重ねて、数年後には自分の思い描いたような人生をほぼ達成できるようにしていく、これは可能なんじゃないかなと思うんですよ。いや、私はよくね、よしゃんしゃんじゃないんだけども、振り返るわけですよ。自分が38区だった頃、40歳だった頃、もうね、どんなところにも光はなかったですよ。現実逃避のために今日も飲みに行き、今日も若い女の子と騒ぎ、そして次の日には夜が明けてね、夜が明ければ同じように金策をしつつ、仕方なく自分の店のマネジメントをして、付き合いたくもないようなね、社員と付き合って、なんとかこいつらが稼げるようになればなっていうふうに思ったわけですよ。こいつらが稼げるようになればなと思ったんですよ。俺が稼げるようになればどうかなんて思わなかったですよね。俺は使う専門、稼ぐのはこいつら、こいつらが稼がずに経営状態がマイナスだから俺の足引っ張られてるぞ、なんだこいつらみたいなね、そこまで思ったかもしれません。だから速解塾っていうのを始めた時に、あ、自分で稼いでいけてるなっていうような、そんなね、実感と結果があった時に、極端にね、他者に期待していた自分の愚かさに気づくわけなんですよ。だから誰かが、国が、政治が何かをしてくれるわけではありません。今財布の中に1000円入ってるとしたら、それは紛れもなく自分が皆さんのおかげで稼げた1000円であり、もし銀行口座に1億円が入ってるとしたら、それは多くの方のおかげで自分が稼げたことであって、誰かが稼いでくれたものを私の銀行口座に入れたわけではないってことですよね。ここね、多くの方が誤解するんですよ。速解塾に入れば稼げると、どっかのコミュニティに入れば稼げると、オンラインサロンに入ったら素晴らしい情報が手に入って、それでもう突破できるんだ、そんなわけないじゃないですか、ね、世の中にあまたあるオンラインサロン1000人2000人入っていてもたどり着けるのはたった一部ですよ。なぜならたった一部の人しか行こうと思ってないからなんですよね。だからたどり着こうと思ってない人にゴールにたどり着けるわけないんですよ。で、ゴールに向かう途中で軌道修正はありますよ。世の中には変化がありますから、自分の力量のなさに気づいたり、思わぬところに自分の才能があったことに気づいたり、そして歩いていく過程で自分を信じてね、そして手をつないでくれる方、その人と二人三脚で歩みを強めていけるかもしれない。全てはやり続けるから起きることなんですよ。いやー、だからね、消えてほしくないなと思いますよ。人生は思い通りになりますからね。思い通りになると思った人が思い通りにするんですよ。どうせ無理と思って、このどうせって言葉を使い慣れた人にはどうせな人生しか来ないかなというところですよね、吉谷さんね。それこそね、40までうだつの上がらなかった私、パソコンなんか無縁で麻雀しかやってこなかった私、漢字も書けない、誰よりもキモい、そんな吉谷さんが手にした自由、私と吉谷さんは今同じようなルートの上をそれぞれの思いのままに走っていますね。そこには不満もないし、未解決もないし、まあ意欲があって、自信があって、結果がついてきているだけということですね。もともと有利な立場にいたわけじゃないですよ、私たちは。どちらかというと、今のこの動画を見ている方よりも不利な立場にいたのは間違いないです。その不利な立場から私たちはやってこれました。ゼロからね。
いや、マイナスだったですね、お互いね。お互いマイナスからマイナスを分取り返して、そして今は多少のね、プラスになりました。そう考えたら、今、少なくともマイナスじゃない方とか、マイナスの尺度がまだね、少しな方、十分できますよ。ただ、やれると思った人だけが、次の一歩を踏み出せるだけじゃないですかね。誰も邪魔してません。自分の思い込みが邪魔をしているだけです。いってらっしゃい。